俺が殺人鬼を無罪にして、そのせいで寺沢恵美は殺された。とにかくこれでますます正野が臭くなったってことでしょ。これからセンターのロビーで正野を張る。出てきたところは当たればいい。でもさ、正野もう家に帰ってたりしない？ちょっと確かめようよ。下手したら僕ら一晩中待ちぼうけだよ。ごもっとも。こんばんは、八神さん。ん？この間正野のところにご案内しました。またあんたか。橋本です。怒られるで、ほんま正野から。あんた、そうでしたか。どうも。また正野に何か？今回も橋渡ししてくれる？いたよ、八神さん。え？正野だ。あ、もうおる。失礼。あそこ階段で話した。お前ら八神が来たらもう通すなって、そういう部下命令に言っとかねえの？言わんからそんなことになるんちゃうんかい。よし、行こう。あ、行っちゃうんや。いやー、どうも。え？八神さんでしたね。うわ、バレたし。神室町の探偵さんだ。しかもあんた厚労大臣ちゃうの？あんた、あなたにはもうこのセンターには近づいてほしくないですね。先日弁護士会にも抗議したはずですが。もう僕弁護士じゃないんで。事務次官の方でしたっけ？厚生労働省一ノ瀬です。一ノ瀬、先日もここにいらしてましたね。随分頻繁に来られてるようで。ええ、アドデックナインの成功は国家戦略の一つです。特許や法整備などこちらで打ち合わせる内容は多岐にわたりますのでね。守衛に追い出される前にお帰りになっては。やられたね。あのおじさんのせいで正野は警戒マックスだよ。もうロビーに降りてこないかも。どうする？え、どうする？行こっかじゃないね。お前、純粋にちょっと風邪気味やから薬もらいに来ただけなんですけど。いやね、あのセーブルススネップみたいな声しやがって、あのハゲ。あ、橋本ちゃん、橋本ちゃん、あんたはもう俺らのスパイみたいなもんやからな。橋本さん、先ほどは失礼しました。いえ、申し訳ないけど、さっきの見てました。え？正野先生に逃げられちゃいましたね。うん、ええ、少し話したいだけなんですけど。うん、でも本当にお忙しい人ですから、一日中研究研究で、帰宅は3日に1回なのに、毎朝欠かさず入院棟の患者さんたちを回診してて、本当に頭が下がります。正野が毎朝欠かさず回診、次の実験台を吟味してるってことか。朝の回診っていうのは？ええ、正野先生の日課で毎朝入院棟を見回るんです。もう何年も続けているそうで。ああ、確か3年前もそうでした。そういう熱心さがすごい新薬を生むんですよね、きっと。すみません、私もそろそろ行かないと。どうぞ。失礼します。正野の研究室はセキュリティ的に入り込みづらい。ゴールドのカードキーっていうのがいる。ただ付属病院の方はそうでもないはずだ。時間も明日の回診までたっぷりある。じゃあその朝の回診で正野を待ち伏せるってこと？ああ、それには夜のうちに忍び込んどけばいい。なるほどね。ならどっから侵入する？犯罪やで。案内板を見て考えよう。朝の巡回を出待ちするわけや。で、それをこの病院内で侵入して待っとくと。むちゃくちゃやな、お前らも。お前らで地下駐車場から病院に忍び込むわけね。ああ、まずは侵入口の下調べからだ。一旦外に出よう。そんな簡単に入れるもんなんやな。ん？わ、警備員や。いや、もう帰るとこっすよ。そんな大勢でお出迎えせんでも。八神探偵事務所さん。はい。そうだけど。警備担当のマシコと申します。マシコ、クソイカスだけど。事務次官よりしっかりお見送りするよう言いつかりました。一ノ瀬さんが。ねえ、見てわかんなかった？今帰るとこだったじゃん。恐れ入りますが、やはりお送りさせていただきます。見送りだけにしては頭数が多いな。
ねえ、え、どこに連れてっき。いい加減答えなよ。なんかしっ、この辺でいいか。しっかり囲まれてない。マシコさんだっけ。一ノ瀬は俺らをどうしろって。もう二度とここへ来る気が起きないようにしよう。マジかよおい。何そ、ほとばしってんのよ。それ死ぬやろ。ここの守衛はそんなの持ってていいのか。ダメに決まってんだろ。趣味だよ趣味。仕事には使えん。今は仕事じゃないってことかな。なあ、ただのお遊びだよ。だからたっぷり楽しませてもらおうか。あれ掴んで逆に相手の体に押し当てたいね。一旦雑魚間引いてからやろ。マスコさんこんにちは。いい警棒持ってますね。よいしょ。あ、追いはぎ得意やなお前ら。おい、もう手振らなくていいよ。連中のおかげでかえって簡単に潜入できたね。ああ、結果的にはな。事務次官のおかげだ。どう、ここは3年前と変わりない。懐かしいな。ああ、同じだな。ちょ、俺ら写真撮ろうや。ね、ちょっと決めポーズしてんねお前も。八神さん、ショーノのことはどう責めるつもり。手持ちの情報を全部ぶつけるだけだ。あとは向こうの出方次第。駆け引きはなし。ああ、時間さえあればじっくりやりたいけどな。でも多分綾部の裁判まで翔野と話せるチャンスはこれっきりだ。かもね。だったら駆け引きや出し惜しみしてる場合じゃない。そっか。じゃあさ、僕も翔野のことでちょっと考えたことがあるんだけど。ん？なんだよ急に。3年前の創薬センターの事件、あの時翔野は大久保に濡れ衣を着せたってことだったよね。ああ。でも八神さんの弁護で大久保は無罪になった。だったらその後警察は別の真犯人を探さなかったの？もちろん探したとは思う。けどあれからすぐ大久保君が次の事件を起こしたろ。だから多分その後は大して捜査してないだろうな。そしてそのおかげで翔野は今日までずっと罪を逃れていた。そうだよね。あれで彼の正体は殺人鬼だったと知れた。なら最初の事件で患者をやったのも大久保だったろうってみんながそう思うようになった。でもその状況ってさ、誰かさんにとってはめちゃ好都合な状況だよね。ん？センターで人体実験をしてた真犯人、翔野にとってだよ。何？つまりさ、寺沢恵美を殺してその罪を大久保に着せる、そこまでやる動機があの翔野にはあったんじゃない？じゃあ、ああ、そのために翔野が恵美ちゃんを殺したと。でもそんなことが。お前いつからこのこと考えてた？八神さんが今の大久保の様子話してくれたでしょ。その時からなんとなく。俺は大久保君が恵美ちゃんを殺したんじゃないとずっと信じたかった。でも信じきることができなかった。恵美ちゃんは本当にいい子で、だから彼女を殺した人間を、大久保君を絶対に許せないと思った。なのに犯人は大久保君じゃなくて翔野だったのか。全部翔野かよ。僕の話は証拠もないし無責任に推理しただけで
ケツまで持てないよ。でもこれでますます小野に会いたくなったんじゃない？ああ、こんなに朝が待ち遠しいのは生まれて初めてだ。おい、よく開けたな。おい、アホみたいに瞬間しとるで。なおるな、キムタクとか。あなたたち。小野先生、何か。どうやってここに。あんたにどうしても聞きたいことがあってね。私に言えることなんてありませんよ。君たち、悪いけど今日は任せるから。私はこれで。お時間は取らせませんよ。失礼。あなた方はここにいてください。守衛を呼んで。小野！行くよ、八神さん。今ここで小野を抑えなきゃ。え？戦闘？あ、どういうこと？戦えんの？あんたら。お、知らんぞ、ほんまに。やってえの？めっちゃ HP 少ないわ。一般人やわ、これ。めっちゃ少ない HP。あかんやろ。ショーの待て。捕まるやろ、キムタク、お前、これ、この後。逃がすか。うわ、収益来たわ。そこか。もしもし、ショーのです。やばいやばいやばい。いいから早く来てください。30秒内にやるってことか。どっけお前らは。患者がみんな見とるわ、アホみたいに。どっけ。ショーの待て。何このイベント。待て。うわ、来やがったな、マスク。お前、もしもし、ショーのです。あ、うん、もっと早く来てください。えらい時間かかるな。終わらせるか、マスク、このまま。あれ。あれ、させねえよ、ね、あれ。ボーン、ボーン。では脇腹をドゥンドゥン。はい、今のうまかったんじゃない。やめろ。はい、確保しました。ただこの先のことは知りません。まあちょっと話しようや、翔野くんね、こっち来てな。いや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 、いろいろやってくれたみたいやな、お前。おい、早くあげるんだ。この病室であんたと話すことになるなんてね。ワクさんの病室か。ここだったろ、ワクって患者が入ってた部屋。その患者をあんたはアドデックナインの実験台にして死なせた。手柄を焦ったか。認知症患者に何したとこでバレやしないと。クソゲートや。何を言ってるんです。早くここから出してください。お前、そういうことしか言わんな、ほんま。犯罪だよ、これは。じゃあ帰るけど、本当にいいのか。何が気にならないのかな。俺らがあんたの秘密をどこまで掴んでいるのか。何です、言っている意味が。モグラを動かしてるのはあんただな。はあ、私が何ですって。モグラの窓口は松金組の羽村だ。あいつらの仕事には満足できたか。言いがかりはよしてください。何を根拠にあなた方は。今のはまずいな、翔野さん。ん？は？あんたは日々新薬の研究に忙しいはずだろ。そんな人がカムロ町の隠語を知ってちゃおかしい。
あんたはまずモグラが何かを俺に聞かない。ああ、なるほどね。鎌掛けうまいな。モグラって何ですか。可愛いなお前。よくできました。カムロ町で人の目をえぐる連続殺人鬼、それがモグラだよ。そのモグラが生まれたきっかけは3年前のあの事件だ。あの日あんたはここで寝てた枠さんにアドデックナインを試したな。時間は多分深夜だったはずだ。だから死なせた患者をこっそり部屋の外へ運び出せた。枠さんが死んだのはあんたにとっても想定外の事故だったんだろう。とはいえあんたは人目につく前に死体を隠さなきゃならなかった。死体はやっぱりランドリーカートに入れて運んだのかもな。あんたはとにかく死体をどこか遠くへやりたかった。その後シーツの回収に来た大久保新平のトラックが朝8時前に到着。あんたは隙を見てその荷台に死体を紛れ込ませた。ただしこれじゃあいずれ死体を見つけた大久保が警察に通報するだけだ。何の解決にもなってない。うん。すぐに誰がトラックに死体を入れたか犯人探しが始まる。それでも他にどうしようもなかったんじゃないか。多分あんたにとっても悪あがきでしかなかったはずだ。ところが死体を発見した大久保新平は過去に傷害の前科があり、自分が警察に疑われることを恐れた。そして枠さんの死体は山に埋められ、後日大久保本人の自供で発見された。幸運やったわけや、ほんまに翔野にとっては。大久保君には感謝したろ。あんたが罪を逃れたのは実はほとんど奇跡だよ。そう思わない？さっきから何を言ってるのか。けどそんなあんたに都合の悪い奇跡も起きた。大久保君の無罪判決だ。なるほど、ね、彼が無実なら真犯人は別にいる。ああ、だからエミちゃんを。そのまま放っておけばまたあんたに疑いの目が向くかもしれない。ふてぶてしすぎだろこの顔。そこであんたは悪魔に魂売ったんだよ。何の話です。とぼけんなよ。俺が何言おうとしてるかあんたに分かってんだろ。あんたは大久保を陥れるためにある人物を今度は計画的に殺意を持って殺した。ある人物、誰のことですか。翔野が大久保君を陥れるために殺した人物は決まってんだろ。寺沢恵美ちゃんや。寺沢恵美、あんたにとっては同僚でもあった大久保新平の恋人。あんたは彼らのアパートに押し入ってまず寺沢恵美を刺した。資料によればその傷は少なくとも15箇所だ。知りません。大久保君が毎晩睡眠薬に頼っていたことは彼女に聞いてたのかな。あんたの犯行中目を覚ますことはなかった。断酒してた彼が酒臭かったのもあんたの細工だろう。大久保君に酒の静脈注射でもしたか。それでアルコールの血中濃度が上がる。下手すりゃ死ぬとこだが、もしそうなっても別に構わなかったんだろう。大久保君が酒を飲んでたであろう状況さえ演出できれば。なんやこのクズ。そうやって大久保の犯行に見せかけるとあんたはアパートに火をつけた。何を根拠に。そんな。安心しな、まだ証拠はないよ。でもさっきの推理で間違ってない。あんたの目を見ればわかる。なあ、
もしかしたらこんな風に考えてないか。アドデック9が完成すれば多くの人間が救われる。だから自分は正しいことをしてる。正義だってな。正義。人が一番残酷になるのは自分に正義があると思ってる時だ。でもあんたのそれは本当に正義か？何をしてるんだ君たちは。どうも。ちょうど今帰るとこですよ。アドデック9、まだうまくいってないみたいですね。人体実験はまだこの先も必要なんですか？大丈夫、生野さんは何も白状してません。でも全部暴き出してやるよ。俺にはその権利があるはずだ。入っていいのこれ。警察に囲まれてもおかしくないと思うんやけど。すまんすまん。おい、足が滑っちまったよ。痛かったか？え、てかなんか血入ってなかった今。痛かったかっつった。うーわお前ふざけんな。何もやってないのに。てめえに泣く資格なんかねえよ。寺沢恵美が泣いた時何度もあの子を刺したろうが、この鬼畜野郎が。翔野、いや翔野あの感じ戦えるキャラじゃないもんな。ボコボコにはできんか。ああ大久保くん、大久保くん悲しすぎるやろ。報われなさすぎや。まだ期待は持たせられない状況だけどさ。はい。君は無実だよ。今まで誰も殺してなんかいない。だから俺はエミちゃんの仇を討つよ。君もここから出してやる。約束する。もっと早くこの言葉を君に言うべきだった。なのに俺は3年も本当に長いこと何してたんだ。俺にもう一度チャンスくれるか。もちろんです。こっちこそよろしくお願いします。矢上先生泣いてるわ今普通に。しょうも絶対マジで翔野も木戸もモグラもあの厚労大臣もハブラもでも まとめてマジで全員お前俺殺す。もう絶対許せないマジで。